Hey yo! ケンツメシです。はい、どうも、ケンツメシです。はい。いや、皆さん、ゴーレム使いの皆さん、聞こえてますか？ゴーレム使いの皆さん、聞こえてますか？皆さん。こいつ、許せないっすよね、マジで。なんて言ってかわかんない鳴き声。なんて言ったの？デストロイって言ってんの。みたいなね。許せえならこいつを。強えんだよ。七個せチュイーン出てきて、ボンつって殴ってな。で、ペッカっていうのは最近非常に流行ってて、なんで流行ってるかっていうと、工場バーバリアンの防衛とか、そういった部分、ジャイアンとか、まあ、ゴーレムが流行ってるって部分強いし、防衛っていう意味だと7コストってめちゃくちゃ強いと思うんですよ。まあそうだね。例えば、マスケットプラスナイトで防衛するのも7コストだし、みたいなね。7コストって考えるといろいろとね、この、まあ1枠っていう部分があるんですけど、すげえ活躍すると思うんですよね。で、ゴーレム地区の皆さんは、ペッカどうするんですかと。いるんだよ。ペッカどうするんですかボットがいるんだよ。うん。で、今回はその勝ちリップと負けリップのいくつか挙げて、ペッカにどうやったら勝てるのかっていうところを、徹底解説していきたいと思います。これでね、皆さんもね、もうペッカに対するね、嫌がは消えるんじゃないかなと。まあ、消えはしないか。うん。そんな感じで見ていくんですが、まあ、このね、負けリップから入ったらさ、さすがにみんな、ああ、剣詰めしみたいなね。なるんで、まあまあ、負け回りは当然、きついから。ただ、その中でも勝っていく。まずこの2本紹介して、負けリップ紹介してって感じかな。では、レッツゴー。このプレイヤーは6400トロフィーですね。さあ、ペッカスキラですね。見ていきましょう。よろしく。さあさあさあ、まず初手ポンプがある。まあ、ポンプのありなしは正直あんま関係ないですね。ロケットとかライティングだけだから、まあ、まあって感じなんで。さあまあ、ポンプ置いて、一応ね、穴掘り石とか掘る警戒の。この時点でまあ、大体スキラっすね。まあ、迫撃砲が多いと思うんですけど、ここのトロフィー隊はそんなにいないですね。ゴリ押しが多いんで、迫撃砲だと結構きつい部分があるかなと。あ、もうこれスケラです。スケラ臭がプンプンしますね。さあ、ここでしっかりと受けて、まあ、ポイズンが来るんで。でもね、これね、あれだね。で、ここ矢の飴を使ってもよかったんですけど。さあ、ここ。で、まあ、これ、多分、ミニペイ一発あるかな。そうだね。今の矢の目を防衛で、スケルトンラッシュのスケルトンが5台くらい残ったところに矢の目を打っていいし、まあ、出してもいい。とにかく手札回してポンプを立てることですね。で、これでアドバンテージエグいんで、まあ、ゴール出していくと。ゴール出していく。で、まあ、どうせここでね、あの音が聞こえるんですよ。静粛に。ああ。なんて言ってんだろう。うんつってんな。なんて言ってるかコメント欄で教えてください。はい。さあまあね、出してきたんで、こうゴリ押していくわけですよ。で、これ多分ウッドさばくんで、で、ここでライトニングを放って、矢の雨でベビドラ倒してみたいな感じかな。さあこれでメガゴワンシュパ、ツーシュパ、彼のベビドラが、うんっつってね。これ強いよな。ベビドラマジタフだもんね。で、すぐポンポ置きます。で、相手も焦ってあれだね、スケラやってきてるけど、もうこれはもうベビドラで防衛で、左はもうライトニングの落ち着きんで逆サイいきましょう。うん、逆サイだ。え、ペッカ来る。まあどちらかというとペッカアイデンはゴレっていうよりもゴレの後衛で削っていくイメージかな。で、一応右折れましたね。で、まあこれでウッドさばかせれるんで、まあ、矢の雨打って、矢の雨打って、で、ライトニングこれね、ベビドラとアーチャーに。そう。まあまあまあ、ペッカ削れたからよかったかな、みたいな感じかな。一応左、防衛。これね、メガゴでベビドラを陣地に入れない。そういうことで、下のね、可愛いプリンセスが、こう、仕事してくれるんで、落とされなかったかなって感じです。マジね、スケルトンラッシュ相手はいかに相手のユニットを陣地に入れないかってことかな。いかにタワーが仕事できるかによって、スケルトンラッシュに対しての、効率っていうのが変わってくんで、それが強いかなと思います。さあ、次。
ペックはファビチョトルネードスピラーですね。まあね、一言に言って強えよペッカは。そう、まあ、これもまあ初手ポンあるんですけど、初手ポン置いた瞬間にスケルトンラッシュされてももうきついしね、正直。さあポイズン、ここでゴーレムがあるとまあいいんですよね。ポンプに対してのポイズンはアドバンテージが取れるんで、そこからゴーレム展開できるといいんですが、いないので、まあ5分出して様子見かな。じゃあこれスケルトンラッシュだね。匂うぞスケルトンラッシュ。そうで、こうまあ陣地入らない人がいて処理して、ここねライトニングね打ってもよかったかもしれないな。ここさあでメガゴケツ出しして即ロケット、即ロケットじゃない、即エリポンかな。でまあここでスケートのラッシュが来ると思うんで、普通なら来ましたね。でこれはね完全にゴブリン読まれてたかなって感じなんで、まあしっかり防衛して、まあ急コス使っててタワーにダメージ入らずポンプ持ってかれたなら、まあまあ言うてアド取れるからいいかなって感じですね。このベビドラが強いんだよ本当に。さてこれ出して、まあどうせあれだろうと、どうせあれだろうと、はい出たって感じね。もう強いよねペッカ、かっこいいしな、見た目が圧倒的に。乳首みたいなのあるけどな、女性なんだっけペッカって。さあでここメガゴ来るんでライトニングで役割を奪ってペッカを上から殴る感じでいきましょう。でまあこのトルネも気持ちわかるよ。でどうせスケートのらしくんで5分後ろから出してファビチョを自陣に入れないようにして敵陣で処理したい、こんな感じやるとタワーの上の人が仕事するし、かつメガゴが仕事するんで、まあ実質キング起動みたいなノリかな。攻撃することは違うけどさ。でここはもうゴール出して相手もやけですね。まあゴブリンの対策かな。でもここからはねウィーンってやってって、ライトニングでベビドラが、こうベビドラが強いマジで。でナイスゲームって感じかな。そうペッカに対してこんな感じ。まああと枯渇とかはまた明日か今日か分かんないけどやるんで、まあこんな感じで、いろいろ見ていってペッカ負けリプがあるんでこれかな。3-1、これはね、メタルボディ、惜しかったやつかな。こっちも惜しかった気がするんだよね。まずは2本とも見ていきましょう。さあ、お相手はペッカのコジョババユーノとかの強いデッキですね。ああ、あれ、アイスティー美味しい。いや、夏ね、夏暑いよな。俺、夏すげえ嫌い。ここね、ミニペ。でメガゴ、ゴブ、で、防衛でしょ。で、このダクネク美味しいね。で、相手はこのメガゴ処理しないといけないんで、アドバンテージ取れてるんで、ポンポン置いてって感じで。ただ、このベビドラがね、来るとね、話は別。このタゲが今、ベビドラに移ったじゃないですか。ね、ダクネク分裂で。それがね、強いよね、マジで。で、ポンプ。でね、相手がこのポンプなしバージョンだったら相当アド取れるんだけど、相手もポンプだからね、厄介だよね。一応、ユーノとか、コジョババ警戒ですね。夏ね、暑い、本当に。俺、夏めっちゃ嫌いなんですよ。冬よくない冬。なんかね、冬の11月の終わり頃が大好き。あー、来月クリスマス、クリスマスっつうか。ここね、ここだよね。ここがちょっと甘かったですね、これ。ここがゴール出さずにしっかり左の防衛できてたらまだ話は変わってたかなって感じです。夏マジで嫌いで、そう冬がねいいんすよ。なんかよくない、かっこいいし、まあダクネクにはライティングやっとくとこんな感じで削れるんで OK ですね。でポンプ置いてって感じかな。お金が
怖いっすね。このペッカがいなかったらな、もうちょっと世界は変わってましたね。でも出すだけ出すだけうじゃ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 バーを使って、そういうのね、なんかそのあ大晦日だとかもう少しでクリスマスだっていう、あのなんていうの、待ち遠しい感じが大好きで、あとね寒い感じでそのなんだろう、マフラーとか着てぬくぬくする感じが大好きで、うん、そう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 、いいよね冬ってすごい。だ夏はね嫌いだね、うん、春もね秋もそんな、ただ冬は好きマジで。鍋美味しいしね、鍋パとかめっちゃしたいもん。そうそうそう、今年の冬はね、まあ、ケンツ飯、サンタ飯のメギクリス飯、メギクリス飯としてまたプレゼント企画とかやっていこうかなと思ってるんで、皆さんねお楽しみにしてください。はいはい、そうね、夏はねまあ海とか花火大会とか楽しいけど、やっぱ冬だよな。なんだろうな、あの冬の寒いよ、寒いけどそのあったかさが快感じゃない、こたつとかのあの感じ、これわかるかな。冬はねマジでいい、あの冬好きの人いたら俺ねマジでね語り合いたいもん冬について。さあ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 、まあ序盤はこんな感じでじゃれ合うんですよ。メガゴマジ強いよね、メガゴ本当に強いと思う最近で。ポンプ置いてかな、相手がライトニングで上がってるんで削られてないタワーの方に置きましょう。この矢の網惜しかったね、これもうちょっと早かったらね、ゴブが残って後取れてたんでしゃーなしっすね。いやー冬何しようかな、今年はサンタコスとかしてみたいよね。去年だったかな、2年前ぐらいにしたかな、サンタコス、なんかいいよね。うん、でも夏もね確かに楽しいけど疲れるじゃん、海とかってわかるよ、クソ楽しいけど、祭りとかもクソ楽しいけど疲れるし、暑いしね、暑い、うん、そう、なんか暑い時はさ、まあ服薄着にするとかさあるじゃん。でもさ限度は一応まあ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 パンツ一丁までじゃん、行ったとしても全裸でスーパー着てる人っていないでしょ。けどさ冬ってさどんだけでも着込めるじゃん、やろうと思えばカイロ何枚でも貼っていいしさ、もう何防寒対策なんて余裕じゃん。ここアイスピー止めてこうだね、これするとさあれなんよね、結果が全然削れないんでしゃーなし。まあね、言うていい感じだよね。そうだからね、冬はその何枚でも着込めるから好きってなるかな。夏はマジ限度がある、まあ、俺パ基本パン1で部屋で過ごしてんだけど、あ今は服着てるよ。そうね、冬はその着込んでパワーアップできるのが俺はねいいと思う。さあ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 、まあこれなマジ惜しいよな、言うて惜しいよね。ペッカ出された逆サイドに真ん中ホグできればいいんだけど、これで右ね、いい感じ、右いい感じ、惜しい。でこのベビードゲートはライトニングで終わっちゃうんで、このミニペで受けてやっとけば工場入んなかった説があるんで、あとの道か、はいじわるって感じで、まあ言うてほしいね。うん、まあ最初のゴブとかのところをアイスピザップで処理されていく部分が甘かったのかなと思います。てな感じでまあ終わりますと、まあ何がこの動画で何が言いたかったかっていうと、まあ結論冬が一番いいって感じかな。うん、てなわけでじゃあ皆さん、あ喉むせた、皆さんというわけでね、また雑談とかもしっかりしていきましょう。生放送とかでね、結構雑談していくので、ぜひね、チャンネル登録して生放送したらすぐ飛んできてください。では皆さん、飯食べてきまーす。